北海道空知軍の1空知軍は、北海道空知総合振興局、上川総合振興局の軍、人口32,786人、面積1 2 2 0 8 2トル人口密度26.9人、平平方メートル、以下の6町を含む、空知管内上川管内1879年に、 行政区画として発足した当時の軍域は上記六町のほか岩見沢市、美梅市、足別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌市内市、富良野市及び深川市の一部にあたる。石狩国で最も面積の大きい軍であった。江戸時代の空地軍域は西江戸地に属し松前半領となっていた。江戸時代後期になると、 国防上の理由から文化四年空チ軍域は天領とされたが、文政四年には一旦、正木藩領に服した。安政二年再び天領となった後、石狩役所の荒井金助によって、石狩丹田が発見される。母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍佐政に習い、空チ軍が置かれた。 空地管内北海道1.29町村制、思考時の空地群の町村上川管内北海道1.29町村制思考時の空地群の町村。ありがとうございます。